オスカー・フォン・ヒンデンブルク・オスカー・ビル・ヘルム・ロベルト・パウル・ルート・ビヒ・ヘルム・ート・フォン・ベネッケンドル・フ・ウント・フォン・ヒンデンブルクはドイツの軍人バイマル共和制においてドイツ国大統領を務めたパウル・フォン・ヒンデンブルクの息子でナチスの政権獲得に関わったドイツ帝国の軍人パウル・フォン・ヒンデンブルクの一人息子としてケーニヒス・ベルクに生まれる他に姉と妹が一人ずついる 1903年に、この絵第三不評連隊付けの士官となり、同部隊で、大替副官となる。そこで同僚のクルトフォンシュライヒャーと知域になった。1914年の第一次世界、大戦勃発時には、軍司令部参謀、後退位として、第20不評師団参謀となる。終戦後は、バイマル共和国の国軍で、第16不評連隊の中隊長、1923年に、 少佐に昇進。1925年に父親が大統領に当選すると、中佐、後大佐としてその副官を務めるようになる。老水したヒンデンブルク大統領の政治決定は、実際には、オスカーやその友人、シュライヒャー、大統領府長官、夫をマイスナーから出ていたと言われている。そのため世人は、憲法では想定していなかった大統領の息子と、嘲笑した。 友人、シュライハーの影響で対等するナチスに対しては、これを抑えるよりも利用することを考えるようになる。そのため1932年にブリューニング内閣がナチスの突撃隊を禁止すると、その解除を父親に進言したりした。父ヒンデンブルク大統領の手を引くオスカー。広報中央に立つ人物がオド、オットー・マイスナー。その背後の帽子をかぶった人物が、フランツ・フォン・パーペン。 1933年1月には議会第一党となったナチスの党首アドルフ・ヒトラーとフランツ・フォン・パーペンゼン首相のリッペントロップ帝における秘密会談に同席してナチスの政権参加を協議ヒトラーをボヘミアの後長と呼んでその首相指名を忌避してきた父を説得してヒトラーを首相に任命するよう説いたこの時ヒンデンブルクに対しては 東プロイセンに所有する荘園の相続税支払いを回避するためにオスカーではなく別人の講演者に投記した疑惑が持ち上がっておりその政治的立場が弱まっていたこともヒトラーの首相指名に踏み切った理由であると指摘されているヒンデンブルク大統領は1月28日にヒトラーに組閣を命じナチス政権が樹立された翌1934年8月2日父が死去 ヒトラー首相が公認の大統領を兼任することを問う国民投票が行われることになったがその直前の8月18日にヒンデンブルクはラジオ演説を行い父の遺言なるものを紹介したいわくなき父はドイツ国の公認元首としてアドルフ・ヒトラーを想定しており私は我が父の意志に従いすべてのドイツ国民男女に対し 我が父の職務を首相を兼ねる総統に譲ることに賛成するよう呼びかける。タンネンベルクの勝利者がその際発した言葉は今日も有効である。団結し、ドイツの指導者に続くべし、内外にドイツ国民の不滅の団結の意思を示せ、しかしそもそも憲法は大統領が公認を指名することを許しておらず、それどころか父の遺言にそのような文言は存在しなかった。 自身の疑惑という弱みがあり、また、長いナイフの夜を目の当たりにしたヒンデンブルクが、ナチスの意に従ったと思われる。翌日行われた、国民投票では9割が賛成票を投じた。ヒトラーは、大統領の職名は継承しなかったが権限は継承し、指導者権首相として、ドイツにおける政治権力を完全に掌握した。父の死後、少々で軍を退役。 第二次世界大戦が勃発すると軍に呼び戻され、東プロイセンにあった、捕虜収容所の責任者を務めた後、すぐに軍を辞め、所有する荘園に陰性した。ソ連軍が迫ると西に疎開し、戦後は、リューネブルガーハイデに住む議定のところに居候した。ニュルンベルク裁判ではパーペンに対する裁判で、承認として出廷、雇用先のバードハルツブルクで死去した。ありがとうございます。